こんにちは、津軽三味線奏者の浅野翔と申します。本日はノーバディーノーズプロジェクトとして世界遺産、日本遺産である岩手県平泉町の中尊寺から歴史や芸能のトークをお届けいたします。ノーバディーノーズは日本遺産を舞台に新たな伝統芸能ライブツーリズムを開発するプロジェクトです。地元に伝わる地域芸能とプロの伝統芸能が交わるライブパフォーマンスを中心に、伝統芸能の視点から再発見する土地ごとの知られざる歴史や暮らし、技、食などを体験できるプログラムを織り込んだツアーにつながる企画作りを各地で行っております。昨年度は山形県鶴岡市の出羽三山神社から山と芸能に関する配信を行いました。今回は中尊寺の本堂、またこのご本尊様の前で、昨年とは趣の異なる環境からお送りしていきたいと思います。平泉は11世紀末から12世紀の約100年間繁栄を極めた奥州藤原氏の拠点です。東北地方で続いていた戦乱の犠牲者たちが敵味方なく浄土に行くことで平和で平等な社会になるという浄土思想のもと、中尊寺がまず建立されました。またこの周辺で日本で初めて金が取れました。このような砂金がたくさん取れたため、ここ中尊寺の金色堂に代表されるような豪華絢爛な平泉文化が生まれました。宮城県の涌谷町、気仙沼市、南三陸町、岩手県の平泉町、陸前高田市と広範囲にわたる地域が金の産地で、みちのくゴールドロマンとして日本遺産に認定されています。今回はさすがに金色堂の前でとはいきませんでしたが、この全身金色のご本尊様を前にするだけでも、平泉と金、黄金とのつながりがどれほどのものであったか感じることができますね。この金の文化が伝統芸能とどんな関わりを持ってきたのかを、さまざまなゲストと語り合っていきたいと思います。それでは本日のゲストの皆様をご紹介させていただきたいと思います。平泉も含む岩手県南から宮城県北の県境各地に南部神楽という芸能がたくさんあるそうです。マギサワ神楽の吉田誠樹さん、阿部裕樹さんにお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は装束をつけてお越しいただきましたが、こちらが弁慶の装束ですね。はい、弁慶です。ということはこちらが義経の衣装になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは吉田さんから自己紹介をいただければと思います。はい、源の義経と申すは我が子となり、義経役をやらせていただきます吉田誠樹と言います。ありがとうございます。あ、なんかやっぱり空気が変わりますね、今の一節だけでも。そしてお隣、阿部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーい、自らは武蔵坊の弁慶たれ。同じく牧沢神楽の阿部裕樹と申します。南部神楽は今のように、ミュージカルのような、声を出しながら、役者それぞれが、セリフを喋りながら、物語を進めていくというストーリーになっています。後ほどまた詳しくお伺いさせてください。さて、そのお隣、能楽師の佐々木多聞さんです。北流能楽師の佐々木多聞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ここ中尊寺には五神神能という神様に奉納する能がありまして、中尊寺一山のお坊様がきちんと稽古をしましてですね、5月の4日と5日に奉納をするという、日本でも唯一お坊様が回れるという形の能がありまして、私の祖父が中尊寺の僧侶であり、
父もそこの出身であったものですから、そのゆかりで私が今お稽古とお手伝いをさせていただいております。非常に縁が深いですね。そうですね、はい。そしてですね、この中尊寺と能楽について少し教えていただきたいのですが、はい、中尊寺にも能楽堂があるんですか？はい、中尊寺には鎮守の神様が、白山神社と山王様とお二つありまして、その中の白山神社の方には今でも重要文化財の能舞台がございます。そこはもうその白山の神様に奉納をするための舞台なんですけれども、これは伊達家の寄進によります北流の本格的な能舞台で、全国的にもこれだけしっかりとした地方に残っている舞台は少ないということで、ぜひご案内したいと思うんですけども、今日はご本尊様の前で、このお話ができるのをすごく楽しみにしております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。そして日本舞踊家の花柳源九郎さんです。はい、日本舞踊家の花柳源九郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。源九郎さんはノーバディーノーズプロジェクトではいろいろな地域に実際に行かれて、はい、地域の方々と歴史や芸能を踏まえて一緒にさまざま公演をされていると。その中で構成演出もさまざまご担当されているということですけれども、はい、そうなんです。はい、このノーバディーノーズというのはですね、我々の、いわゆる舞台の上での舞台芸能とですね、で、日本各地の地域芸能、今日であればこの南部神楽の方々と、ご一緒に、今日はトークなんですけれども、普段は芸能を通じてですねコミュニケーションを取りまして、その日本遺産のその土地の文化とか歴史、また食も含めてですね、さまざまなことを、もう一度見直して、こういう魅力があるというのを発掘するのがこのノーバディーノーズなんですね。その中で、私はいろいろ芸能と、これとこれを掛け合わせてとかっていうようなことをちょっと考えさせていただいたりしております。どうやらあれですね、源九郎さんは今回平泉初めてお越しになったということなんですけど、なんかゆかりが、ご縁がこちらもあるというふうに伺いましたが、そうなんです。もうご縁もすごいあるというのはですね、この私花柳源九郎という名前はですね、義経千本桜という歌舞伎にお芝居がございまして、その中に源九郎狐という、狐の物語がメインであるんですね。その源九郎狐の源九郎をいただいて、私は花柳源九郎と名乗っているんですけれども、この源九郎というのは実は義経の名前そのものなんですね。本名というか、源九郎宝願義経というのが、フルネームみたいなものなんですけれども、その上の3文字源九郎で源九郎と、つまり私義経の名前をそのまま名乗らせていただいているというようなことでございます。今日は最後までよろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、今源九郎さんからもお話がありましたけれども、今回のトークの中心となるのは源義経ですね。平泉では毎年ゴールデンウィークに春の藤原祭りが開催されておりますが、毎年5月3日は源義経公東下り行列が行われます。行列は義経はじめさまざまな登場人物が出て、総勢100名にもなる平安絵巻です。義経と付き従った家臣たちが兄である源頼朝の追討から逃れながら平泉にたどり着き、その時藤原の秀平や地元民が歓迎したという故事に倣った再現行事です。秀平公の出迎えが中尊寺坂下から出発し、毛通寺に到着後、大泉が池で義経公ねぎらいの場が再現されます。その後、毛通寺から中尊寺金色堂へ向かい参拝するというものです。昭和30年1955年から続いていて、特に義経公は俳優やタレントが務め、白馬に乗ったその姿を一目見ようと多くの方々が集まります。という今でもみんなに愛される人気の義経でございますが、その数奇で英雄的な生涯、これは歌舞伎や能をはじめですね、数多くの伝統芸能やお芝居の演目として上演されてきました。ここで源九郎さんにお伺いしたいんですが、はいはい、その義経の生い立ちを教えてください。
ですね、この源義経という人物なんですけれども、お兄さんがいまして、そのお兄さんの名前は源頼朝と言います。皆さんご存知ですね、鎌倉幕府を開いた源頼朝、これがお兄さんなんですけれども、異母兄弟でしてお母様が違うと。で、この源義経、幼い頃の名前を牛若丸と言います。地図をですね、ここで一つご覧いただきたいんですけれども、この義経がたどった、足取り、またそれに関してですね、義経に関してのさまざまな芸能がこの地図を見ていただくと、日本各地にある、それぐらい日本の中で有名なのが義経ということ で、まあ、中でもちょっと見ていただきたいのが京都で生まれまして、で義経最後の地がこの平泉だったということでございます。この牛若丸の物語から始まるんですけれども、京都のですね、五条の橋の上で刀狩りをしていた武蔵坊弁慶という、荒くれ法師がおりました。その、武蔵坊弁慶をですね、子供ながらに打ち負かしたというお話が非常に五条橋として有名でございます。幼少の頃、京都の鞍馬寺に預けられて、元服の年、つまり、今でいう成人式、当時は10歳とか12歳だったそうなんですけれども、その年に、この平泉の藤原秀衡を頼ってこの平泉にやってきました。これが一度目の東下りと言われております。その後なんですけれども、兄頼朝のですね、平治打倒の挙兵に応じて、義経も合戦に加わります。お兄さんの、力のになろうと思って戦うんですけれども、義経は非常に活躍しすぎてしまいましてですね、だんだんとこの頼朝から疎まれていくわけですね。でついに、このお兄さんの許可なくして朝廷から義経が官位を授かったことで、もうこの頼朝の怒りは沸点に達しまして、義経を追い払ってしまうと。ここから、義経が追われる身となってで、この平泉にやってくると。これが、2度目の東下りとなるわけですけれども、歌舞伎とかでも日本舞踊とかでも大体この、題材になっているのはこの頼朝から追われている義経という、先ほどの源九郎宝願義経という、名前からですね、宝願びいき、悲劇の主人公をかわいそうだなとか、この人を応援してあげたいなというお客様の気持ちを、代表して宝願びいきという言葉が生まれたりしております。義経はですね、藤原秀衡を頼って、平泉を目指して下った時の様子が、東下り行列ですね、先ほどの。吉野からですね、東北まで追ってから逃れるため、山伏にですね、身を変えたと言われているので、弁慶以下の家臣たちは皆さん山伏姿でこの、東下りの途中にですね、通った石川県の安宅関を舞台にしたのがお能の演目でございます、安宅。それと同じ作品で歌舞伎化されたのが勧進帳というふうになります。この義経が平泉にたどり着いた半年後に藤原秀衡が亡くなってしまいます。義経を囲っていた藤原秀衡が亡くなりましてですね、秀衡の子供の藤原の康衡がいたんですけれども、この康衡はですね、頼朝の方に寝返ってしまいまして、この康衡に義経は最後撃たれてしまって、この平泉で最後を迎えたと言われております。これが、牛若丸からこの義経の最後になるまでの物語なんですけれども、一つ、今のは歴史的なお話なんですけれども、皆さんがちょっと身近にちょっと想像できる題材としましてですね、アニメがあります。はい、はい、それは皆さんご存知のドラえもん。ほう、はい。でこのドラえもんがですね、どういうことでこの義経と関係あるかと言いますと、これは都市伝説として聞いてください。あ、大好きです。大好きですよね。はい、ですね、実はこのドラえもんが先ほどの牛若丸が、家来にした武蔵坊弁慶というふうに言われてるんだそうです。実は、はい、でのび太が義経と。で、静香ちゃんいますね。はい、で静香ちゃん本名は源静香なんです。うん、つまりでこの静香ちゃんのお父さんはですね、さっき調べましたら源義雄というそうです。もうここまで来ると実はこのドラえもんはこの義経記の世界にのっとって作られたんじゃないかと、多分源静香っていうぐらいだから多分そうだろうなと。でつまりジャイアン、
ジャイアンが先ほど、義経をこう追っ払った源頼朝であると言われているように、あの実はドラえもんは戯劇の世界を、まあ、下敷きにしてキャラクター設定がなされたんじゃないかという都市伝説がございまして、でもう一つトリビアがございまして、ドラえもんはですねドラ焼きが好きですね、皆さんご存知ので、実はこのドラ焼きはこれも都市伝説なんですけれども、作った最初の人物が武蔵坊弁慶と言われているそうなんですね。まあ、それもあって弁慶イコールドラえもん、ドラえもんが好きなのはドラ焼きという、もうここまで来ると本当に義経弁慶の世界観が描かれたのがドラえもんということで、まあ、それを想像していただくとより身近に義経を感じていただけるかなと思います。うわ、ありがとうございます。スネ夫は誰なんですか？それをね考えてるんですけど誰か頼朝の、まあ、部下なのか家来なのか、あ、なのです、ね、その辺をちょっと深掘りしていきたいところですね、これから、はい、というと義経は、はい、平泉に2度吾妻下りをしているということなんですね。そうですね、だからその元服した時とでまた最後の地がやっぱり平泉なので、やっぱ相当義経はこの平泉という土地と縁があるというか、そういう存在だったんだろうなと思います。はい、義経がこの京都奈良からですね、2度平泉に吾妻下りをしている、その足取りのエピソードがさまざまな芸能に取り上げられまして、今でも見ることができるんですね。次は義経に関係した芸能を紹介していきたいと思います。まずは南部神楽からいきたいと思うのですが、義経に関係のある演目を上演されるときはこの装束で上演される、はい、ということですよね。はいはい、牛若丸が武蔵坊弁慶を家来にする下りを、はい、有名なその下りが上演、演目になっているものがあるということなんですが、はい、それは五条の橋という演目ですか？はい、そうです。はい、これのエピソードを、まあ、簡単にご紹介いただけますでしょうか？はい、まず元服する前に義経、まあ、牛若丸と呼ばれるものが、平家に源氏が打ち滅ぼされて、源氏を再興させるためにまず強い武士を探さなければいけないということで、強い武士はいないかというところで京都の五条の橋に刀狩りをしている強い者がいるということで、打ち負かす、その相手が武蔵坊弁慶、打ち負かされた武蔵坊弁慶が家来になるというお話が五条の橋千人斬りという演目になっております。これは実際に上演されるときはどれぐらいの長さの演目なんですか？約40分ぐらいかかりますね。あ、そうなんですね。はい、それではその五条の橋をですねご覧ください。Thank you.
Thank you.
奉仕。今はただ一刀に切り捨てるも助けるも思いのままにそう。トメルを名乗るなれば一命を助けるによって早々名乗らせたまえ。Thank you.
今ご覧いただいた映像、これはどういう場面、戦いの場面なんですか？戦いが終わって義経と弁慶が主従ちぎりを結んで、はい、源氏だとバレると追われちゃうので隠れ家に弁慶を案内するというところまでの演目になってます。またなんか独特の節回しも相まってすごく感動的な場面ですね。源九郎さん、この五条の橋をテーマにした演目っていうのは、はい、歌舞伎にもあるというふうに伺ったんですけど、日本舞踊の方にもですね、はい、歌舞伎舞踊と日本舞踊でもやりますのが五条橋という作品で、この写真を見ていただければ分かるんですけれども、今南部神楽はお面をつけて、はい、やってらっしゃるですけれども、まあ、もちろん我々はやはりメイクをします、化粧をしまして、見ていただくと分かるように弁慶は荒々しく、あるいは熊取りといいまして、赤い筋でこう熊を描きまして、口には青ひげですね、青ひげをバッと描いて、義経の方はこれはこの当時牛若丸です、うん、で頭があれは稚子輪といいまして、いわゆる我々の世界では子供の頭なんですね、まあ、要は牛若丸まだ元服する前ですので、うん、稚子輪という頭をつけて、これも五条橋でちょうどこれは戦っているところの場面ですね。弁慶が、七つ道具を持ちまして、で牛若丸が刀を持って、で形は義経がこう身軽にこう欄干を飛び乗ったり、弁慶の肩の上に飛び乗ったりというような姿を表現している写真です。これは五条橋という演目です。はい、ちょっとすごく基本的な質問なんですけど、はい、日本舞踊の世界では五条橋、はい、南部神楽の中では五条の橋という、はいはい、言い方に違いがあるんですね。いわゆる同じような作品であっても、それぞれによって読み方とか、うん、まあ、その作った作者の方の、まあ、ネーミングなんでしょうかね。五条橋で、こちらは南部神楽の方は五条の橋とのが入ると、はい、まあ、独特で、はい、それだけ広くこの題材が扱われているということだと思うんですが、さて渚神楽のお話をちょっと伺いたいんですけれども、はい、渚神楽は一度途絶えて、そこから今復活をさせて演じられているというふうに伺ったんですけれども、はい、復活させるにあたって大変なご苦労があったんじゃないかなと思うのですが。そうですね、はい、まあ、普通であれば他の団体さんですけど、お師匠さんがいて直接指導を受けて、神楽を演じられるというところだったと思うんですけども、私たちの場合は一応明治時代から曲沢神楽という団体はあっていたんですけど、昭和の中期頃から少しずつこう衰退が始まって、私がやりたいなと思った頃にはもう師匠さんがいないといったところで、まあ、残っていた映像等々を引っ張り出して、まあ、あとは他の先生方から少し聞いたりとかご指導賜りながら、少しずつ、再興させていったというのが、今まで続いております。はい、今は何人ぐらいでやられてるんですか？はい、今は7人で、団体として活動しております。でほとんどが、まあ、家族なかなか他の団体では家族でそんなにやってるってことがないと思うんですけど、はい、家族でほとんど、やってるっていうのが曲沢神楽の特徴かなと思います。吉田さんと阿部さんはご兄弟という。はい、はい、兄弟です。なんかあうんの呼吸みたいなのもあるんですよね、やっぱりきっと。そうですね、私、まあ、本業は太鼓の方をやってるんですけども、はい、太鼓で、踊りに合わせて決めるところを決めるみたいなところは兄弟ならではのピタッと合うかなというところだと思います。いいですね。今はどういう場面で演じられる、このご披露されることが多いんですか？春と夏の暑い時期はやらないで、秋に各種大会っていうのがございまして、宮城県北から岩手県南それぞれのところで、大会っていうのが開催されております。南部神楽の大会？はい、そうですね。大会でありますんで順位を決めるんです。はい、1位から3位とか、あとは役によって太鼓の章だとか、あとは若戸 の先ほど牛若丸とかっていうのが若戸になって、これが荒型 の部門になりまして、あとそれと女型、沖縄っていう部門がありまして、それぞれの個人賞っていうのもございます。じゃあある程度エンターテインメント性みたいなものも現代では重視されるわけですか？はい、そうですね。
面白いですね。ありがとうございます。曲沢神楽についてお伺いいたしました。続いて、義経に関係する芸能、能楽の演目についてお伺いしたいと思います。はい、能楽にはやっぱり義経に関係する曲が、まあ、ざっと見ても10曲ぐらいあるんですけれども、その中でも特に人気なのが今ご覧いただいている船弁慶という、このシーンは義経が西国の方へ頼朝から追われて都落ちをするときに船に乗って行くんですが、その時に自分が滅ぼした平家の一門、特に平知盛を首領とした亡霊がこの船を襲ってですね、まあ、結局は船が元の地に戻ってしまうということなんですけれども、この戦いの場面がこのワンシーンでございます。この今、薙刀を持っているのが大門さん。はい、私ですね。平知盛がこの薙刀を持っているというのは、この薙刀の刃がですね、はい、海の嵐の白波を表現したり、またはあの船の戦いですから、やっぱり獲物がですね、遠いところに届くようなといった、義経は短い刀で戦うんですけれども、ここの写真でちょっと写ってないんですけれども、弁慶がですね、この祈祷でもって、この亡霊たちをなんとか調伏しようと戦っているという緊迫した場面ですね。能では義経を子供が演じることが多ございましてね、子供の時に義経のかっこいいものがこうやっぱ憧れになっていて、まあ、能楽師の子供は大体みんな義経がまあヒーローっていうか本当に憧れですね。早く義経の役やってみたいなと思うんですけれども、続きましてこちらをご覧いただきたいんですけれども、こちらは長唄の船弁慶、はい、ということですね。源九郎さん、そうなんです、はい、今多聞さんがお話しされた船弁慶と全く作品としては同じものなんです。でこの写真はですね、先ほどの知盛が後半の場面なんですけれども、この写真は前半でして、一番左にいるのが静か御前ですね、義経の愛称でありまして、戦に行くので、まあ、落ちていくので義経たちが、静か御前ここでお別れだよという場面なんですね。で真ん中にいるのが弁慶、そして一番、右側上手にいるのが義経なんですけれども、おのと、今の多聞さんのお話で大きく違うのは、義経がですね、我々は小方でその子供でするということが逆にあまりなくてですね、女形さんであったり、まあ、2枚目の、俳優さんであったり役者さんであれば、歌舞伎の方であれば2枚目の方がなさったりというふうに、まあ、ちょっと中性的であったり、またまあかっこいいというか貴公子というような役柄として、歌舞伎では義経は扱われているかなという感じでございます。はい、それぞれの義経像が、そうですね、面白いですね。はい、この作品は新作なんですか？そうなんです、これはもともと今お話ししましたようにお能から来ておりまして、はい、この作品ができたのは明治の頃なんですね。それなぜかと言いますと、明治維新の時にですね、まあ、武家という社会がもう一回なくなりまして、その時に、お能の方、三味線の方とかと一緒にですね、吾妻能狂言といいまして、三味線音楽でお能の作品を演じるという試みが、10年ほど行われまして、その中で生まれたのがこの船弁慶という作品であり、後ろに松が書いてありますけれども、これもお能の舞台を、真似してというか、それを借りて、はい、松場目と我々は呼んでるんですけれども、はい、あれは板に見えるんですけど実は布なんですね。こういう作品が、船弁慶として我々の方にも残っております。はい、へー、なんかいろんな共通点が見えてきましたけれども、この辺はですね、後ほどクロストークで詳しくお話しさせていただきたいと思います。多聞さん、新作というとですね、はい、秀平にまつわる作品が北流にあるという話を伺ったんですけれども、はい、はい、平泉からの要請で作られた新作能なんですけれども、15世の北流の宗家であられる北実先生と、そして文学者であられた時善丸先生、お二人で作られた新作能の中に秀平という曲がございます。これは
どちらかというと皆さんによく分かっていただきたいという脳の面白さを詰め込んだような曲になっておりまして、秀平が亡くなった後の平泉が舞台です。今日はなんとそれを実際に演じていただけるということは、はい、後ほどちょっとご覧いただきたいと思います。はい、この秀平という今名前が出ましたけれども、南部神楽にも藤原の秀平にまつわる演目があるんですよね。はい、はい、吾妻下りという演目なんですけれども、はい、元服した義経が、この源氏の力では、源氏再興ができないということで、藤原の秀平の方に、軍師になって、援軍を借りれないかということで面会に来て、はい、あ、それならいいよということで、秀平が軍勢を貸すというような、まあ、演目になっております。はい、それではまずですね、その麻木沢神楽さんの吾妻下りご覧ください。Thank you.
Thank you.
ござそう。Thank you.
今ご覧いただきましたのは源義経と藤原秀衡が対面するシーンでしたね、はい、これ今どんなことを言ってるんですか。助けてくれと義経が助けてくれと恋願うんですけど、はい、そこでどういういきさつであんたは誰だということで義経、軍勢を借りたい、うん、分かった、じゃあわざわざこっちまで来たんだから貸してあげますよというような流れの話になっています。1回目の東下りの時ってことですかね。そうですね、はい、ね、1回目ですね、はい、ありがとうございます。さてそれでは次に佐々木多聞さんによる秀衡をご覧いただきたいと思います。はい、この秀衡の姉妹というこの紋付き袴で、舞うんですけれども、はい、義経が秀衡が亡くなった後、まあ、不安でいるような状況なんですけれども、そこへ美女が声をかけてくるんですね。そしてお酒を勧めて舞を舞うんです。実はこの美女というのが義経を殺そうとする暗殺者でして、ギリギリのところで弁慶がやってきて事なきを得るという、その暗殺未遂の事件があった後、義経が金色堂へ参拝に参りまして、そうしますと秀衡の霊が北方への道を義経に指し示すという明るい展望を少し道筋を見せるという曲になっております。暗殺者の美女がですね、映画を誇るこの平泉の情景をめでながら舞うというような舞になっております。はい、ですから平泉の名所の名前がですね織り込まれておりまして、玉鷲山ですとかね、中尊寺などいろいろここら辺でこう聞き知ったような、皆が知っているような歌いが、はい、はい、展開されていきますので、はい、じゃその歌いの文句にもご注目ということで。そうですね、はい、それでは秀衡ご覧ください。清平元就。
式を述ぶる都ぶりん、その春秋は懐かしや。多聞さん、ありがとうございました。姉妹の実演をご覧いただきました。いやー、すごいですね。独特のすり足の動き、あれはこんな猛暑の中でやるとすごく汗をかくんじゃないかなというふうに、痩せますね、的な意見なんですけど、はい、でも顔色一つ変わらないというのはやっぱそれ鍛錬の賜物以外何物でもないですよね。脳は集中する力っていうのがやっぱりどうしてもその仮面劇なもんですから、はい、やっぱりそうしないといろいろと世界を作っていけないんですよね。やっぱり脳は武家の正式な音楽、まあ、式楽と申しますけど、まあ、要するにその精神性ですとかその美意識ですとか、これはまあ禅に通じるものなんでしょうけれども、そういうところがこう磨かれてできているものですね。だからその緊張感っていうものがどうしてもそのないとそのやっぱり通じていかないんだと思いますね、はい、この中尊寺で毎年8月の14日に行われているという、はい、滝技能、はい、毎年このように暑い中で、上演されていると思うんですが、正直やっぱり汗が目にしみるとかそういうのあるんですか？そうですね、やはりこのお盆の時期に行うというのが、はい、脳が持っているやっぱり祈りですとか、はい、その出てくる亡霊などが浄化されていくっていう過程を描いていく曲が多いもんですから、本来芸能が持っている根本的なものを中尊寺の舞台で演じられるっていうその気持ちの方が強いので、あまりこの暑いとかなんとかっていうところの意識ではもはやないかな。大変失礼しました。とんでもございません。で今日もたびたびお話に出てきました源義経がそれぞれの芸能によって全くその、捉えられ方も違うし、というところのお話を伺ったのですが、先ほど映像でもいくつか拝見しましたけれども、例えば源九郎さん、はい、日本舞踊や歌舞伎舞踊において義経っていうのはどういうイメージなんですか？イケメンとかなんかそういう。そうですね、はい、まあ我々日本舞踊歌舞伎で一番有名な演目が義経千本桜、はい、先ほど名前も上がりましたけど、この義経千本桜とタイトルに義経って名前が入ってるんですけれども、実は中身はですね、義経が主人公ではなくって、実はこのタイトルの意味、義経千本桜、つまり義経を守る千人の人たち、武士たちというような意味合いがありまして、それが千本の桜であるというようなことに例えられておりまして、義経はあくまでもこのストーリーテイラーというか悲劇の、まあ、やっぱり主人公、そういう意味での主人公ですね、うん、頼朝に追われてですね、どん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 こう南の方へ下っていくという中で起こるさまざまなドラマを描いたのが義経千本桜なんですね、うん、なので、まあ、先ほどのドラえもんじゃないですけれども、義経がこうヒーローとして活躍するのはどっちかというと、先ほどの五条橋の牛若丸の時はですね、非常に活躍するんですけれども、はい、その後はですね、もうひたすら追われる身、もうかわいそうだなとお客さんが見てて思うような存在であって、うん、でそれを助けるのが弁慶、なので義経の役は我々からすると逆に難しいんですよね。その踊れるは、牛若丸は踊れるんですけれども、義経はですね、こう居まいとか佇まい、まあ、位取りみたいなことが非常に重要とされるので、うん、まあ、そういう意味で我々の方では女方さんが逆にその立役の専門の人がなさらない分、小方と同じですね、うん、ちょっと独特のキャラクターが生まれる、そこにそれが義経であって
て、そういう存在として歌舞伎や日本舞踊の世界ではいるかなと思います。やっぱりでも義経に憧れる、あの役をやりたいっていう方も、やっぱり多いわけですか。います。なかなか誰でも逆に言うとできるわけじゃないんですね。でまた変な話、踊るわけではないですので、船弁慶とかいろんなところで義経って出てくるんですけれども、うん、御大将としての弁慶とか、その数々 の武士たちを従えている位とですね、まあ、気品と、そしてまあ皆さんがかわいそうだなと思う、そういうらしさが必要なので、それが一番実は難しいだろうなと。これはなかなか技とかでそういうものでできるものではないなと我々は思っております。でもそれをやってのけてしまうのが能の義経を演じるお子さんなんですよね。そうですね、やっぱり子供が演じることによって生々しさが抜けるということもありますし、見る側にですね、やっぱり共感を、方眼びいきの心を起こさせるという演出効果があるんだと思いますね。ですね。そしてこちらにですね、今面が、表が2つあるんですが、これは義経の面ですね、はい、これは曼沢神楽さんが演じられる時の面。そうですね、はい。ひげがある方が源の義経になります、はい。要は元服したもので、こちらが牛若丸になります。牛若丸は元服前なので、ひげがないというのが特徴で、演じさせてもらってます。南部神楽においては、はい、源の義経っていうのはどういう特徴を持ってるんですか。はい、各団体義経物語っていうのが各団体必ずって言っていいほどあります。で私たちの団体でも13演目ぐらいあります。やっぱり皆さんが思ってるヒーロー像というか、ヒーローとして扱われているので、その13演目すべてが義経を中心にお話が進んでいくものになります。それでやっぱりどの団体でも義経、あそこの団体の義経はすごい声がいいとか動きがいいとか、先ほど話の中で大会等があると、若戸っていう個人賞もあるという話もありましたけども、そこでやっぱり注目されるのが牛若丸だったり若戸と言われる、役者の賞だったりというのが注目されるところです。その大人気の義経を演じることができる、その演者さんの、特徴的にその小さい人が多いとか、先ほどちょっとおっしゃってましたけれども、どういう人たちが主に義経を神楽では演じるのか、はいはい。他の団体さん、いろいろありますけど、主だってこうかっこいいなって見えるのが小さかったり声が良かったり動きが機敏だったりっていうのが、やっぱりイメージ通りの義経っていうのが人気ですね、はい。その人気の分、ちょっと私がちょっとなかなか追いつけないというか、ありますけど。やはり声は高いんですか、その歌は。声は高い方が多いですね。はい、いや僕も津軽三味線を演奏しているので、民謡という、音楽によく携わっているんですけれど、南部神楽って民謡っぽい節が結構出てくるなと。すみません、失礼かもしれないですが思っていたのですが、そうですね、そこって何か関わりがあったりするんですか。ええ、声がいい、昔からそうじゃなかったのかもしれないんですけど、やっぱり歌いの方がこう、南部神楽をやっている人がこう歌いの方の練習をされて、また南部神楽を演じて、どん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 その声の質っていうか、節回しがどん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 上手になっていったっていうのが歴史の背景としてあるのかなと思います。なるほど。冒頭の義経の説明の中でも、東下りで安宅の関を越えるシーンが能と歌舞伎の演目になっているということでしたね。こちらをご覧ください。タモさん、これは安宅の、はい、兄頼朝に追われて、平泉へ逃れる途中に様々な関所が待ち受けているんですね。その中で有名なのが、ご紹介がありましたけど、その安宅の関と、はい、この一場面でございます。これはどういう状況なんですか。はい、これはおそらく後世のいろいろその勧進帳にもつながるものだと思いますので、ご説明願いますか。はい、はい、
歌舞伎の方にもですね、この勧進帳非常に有名な作品としてあるんですけれども、はい、この、今タモさんのお話しされたアタカと全く作品としては同じものなんですね、うん、先ほどの船弁慶と同じようにお能からいただいた作品で、歌舞伎の方では勧進帳というタイトル で、まあ、ストーリーといいますと、今お話にあったように義経一行弁慶たちも含めてですね、山伏に姿を変えて、まあ、関所を通り抜けようとするんですね。でそこでその関所の番人である富樫左衛門という、お侍さんがですね、はい、ちょっと待ちなさいと、で本当に、君たちは山伏なのかと、で、勧進帳というのはですね、その要は、一応名目としては東大寺、奈良の東大寺を再建するために、自分たちは寄付を集めて、いると、その寄付を書いてあるのがこの勧進帳なんですね。でその富樫はですね、その勧進帳を読めと言われるんですけれども、弁慶は、巻物を堂々と出しましてこう読み上げるんですけれども、実はそこには何も書いてないんで白紙なんですね。これを、いかにもあたかも寄付をたくさん集めたかのように読み上げるのがまず一つの見どころでございます。その、それを読み上げた後、富樫はですね、じゃあ、まずは信用するからまずは通れということで通そうとするのですが、富樫の家来がですね、見つけまして、荷物持ち、傘を差した、荷物持ちがあれがどうも義経じゃないかと富樫に告げてしまうわけですね。で再び富樫はちょっと待てと、それ義経じゃないのかということで疑いがかけられるわけです、うん、でそこでですね、弁慶はもう機転を利かせまして、持っているこの金剛杖でですね、義経と見破られないためにこの義経を棒で打ち長着するわけですね、うん。当時としてはですね、その家来が主人を撃つなんていうことはもう考えられないことです。もうこれ絶対ご法度なことなんですけれども、このみんなの命を救うために弁慶は義経をみんなの前で打ち長着すると、まあ、ここら辺が一つの見どころなんですね。でその姿に勘に打たれた富樫はですね、じゃあ通してあげようということで、無事義経一行はこの関所を通るという、これがまあたかであり勧進帳のストーリーです。能と歌舞伎がこうやってこう合わさってというか、それぞれに同じ題材の演目ができているって結構いろいろあるんですか？そうですね、その勧進帳をはじめとして橋弁慶というのも実は日本舞踊にもあります、はい、なので、まあ、我々はその先行芸能である能楽からいただいているものはかなりふんだんにございますし、踊りとしても先ほどのすり足も我々もおのおの先生にお習いして、そのすり足が基本になっておりますので、やっぱり能楽が我々の専攻芸能でありますので、いろいろ同じ作品は多ございます。知りませんでした。富樫というのは、源頼朝の、まあ、家来というか。そうでございます。まあ、その土地の大名ですよね。大名ですか、はい。まあ、その頼朝の命令がでも下ってきて、義経を通さないという絶対的な、やっぱりお仕事があるわけですよね。なんかアタカの方は大勢出るんですよ。勧進帳の方は義経についてるのは四天王4人なんですけれども、アタカの方はずいぶん大勢出ることがあるんですか？能は割とたくさん出しますね。まあ多い方が、はい、なんかこうにぎにぎしくてですね、こう迫力がありますね。関所を打ち破ってくれようかって言ってみんなで富樫に迫っていくところなんかですね、やっぱり能の舞台というのは限られた空間ですけれども、その人の使うこの計算された人数っていうのは、このアタカは人が多い方がやっぱり面白いですね。迫力が、先ほどの写真でも普段お能は表をこうつけてるの、これはつけない、はい。我々ひた面って申しまして、この素顔も能面の一部だというふうに捉えております。あるからして表情は作らないというのは基本なんですけれども、でもどうしてもね、義経を守ろうとか、そのみんなをこう押しとどめようっていうようなことになると、弁慶の顔が紅潮していきますよね。そういうのはやっぱ迫力の一つになって、気がこう顕著にこう伝わっていく大事な、やっぱり一つの演出になりますね。これは南部神楽にもこのようなアタカ勧進帳と同じような場面を演じる演目というのはあるんですか？はい、私どもの団体ではないんですが、他の団体で 2,3 団体、
あたかの席っていう演目をやることはあります。今ちょっとお面つけてるつけてないという話があったんですけど、はい、実は南部神楽でもお面をつけてやるんですが、お面がこう不意にこう落ちる時があるんですよ、はい、まあ事故ですよね。そういう時にそのお面に合った顔をしてないとダメだっていうことを昔言われたことがあって、で実際撮れた人がいたんですけど、お面より怖い顔だったっていう話も残ってます。すごいですね。ああそうなんですか。いや僕今ちょっと伺っていて、皆さんのお話伺っていて、冒頭にあったスネオ問題ですね。トガシなんじゃないかな、ちょっと情に熱いし。スネオね、通しちゃうあたりがスネオっぽいなと思って。確かに本当。いやいや、ありがとうございます。さあということでですね、奥州藤原氏の映画を今も見ることができる中尊寺を訪れると、歴史の世界が一段と身近に感じることができます。今日は皆様いろいろなお話を伺いましたけれども、まずは曲沢神楽のお二人、今日いかがでしたでしょうか。はい、隣町の一関から来てはおりますが、なかなかこう中尊寺のご本尊様の前で、お話をするとか演目を演じるとか、そういった機会はもちろん今までもなかったことで本当に光栄だなと思っておりますし、今までなかなかこう話が聞けなかったところ、新しく入って、ドラえもんの話ですとかそういった話も、帰ったらすぐに話ができるような、情報がいっぱいありますので、これからの民族芸能の活動に十分生かしていけるものだなと思いますね。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。阿部さんいかがですか。そうですね、私も同じで、なかなか中尊寺の本堂の方に、足を運ぶことがなかなかなかったんですけども、こういう機会で、他の先生方にもいろいろお話を聞けて、これから の南部神楽の、演目、技術発展に、役立つんじゃないかなと思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。多門さんはいかがでしたでしょうか。はい、平泉には藤原文化を象徴する文化財などが多く残っておりますけれども、やっぱりそれが今こう残っているというのは、それを守り伝えている人々がいるということで、やっぱりその力になっているのが毛通寺の縁連もはじめとして、この地域に皆さんが伝えている芸能じゃないかなと思いますね。最後出して申し訳ないんですが、はい、中尊寺に伝わる義経で、使う面をちょっと、これは中尊寺の能の時に、義経の役で、使う平太という面なんですけれども、こういったものも実際に舞台で使われているという、やっぱ命が宿っておりますから、私たちもこういう面をですね、拝見したり、また使わせていただいたりするときには、ぐっとなんかこう、先人の思いみたいなものが、こう伝わってきますね。やっぱりこういうものを大事にして、今後も、やってまいりたいと思います。はい、ありがとうございました。源九郎さんはいかがでしたでしょうか。はい、私初めてこの平泉に、来させていただいたんですけれども、やはり今まではその先ほどお話ししたみたいに歌舞伎の世界であったり日本舞踊の世界の中でのその義経という像が私の中であったんですけれども、やはりこの平泉の土地に今日は東京からそれこそ東下りでこの平泉まで来させていただいたんですけれども、やっぱりこの土地の空気ですね、この中尊寺の空気を感じた時に、あ、義経はこの土地で最後を迎え、この縁のあるこの平泉という場所で義経は過ごしていたんだなということを、肌で感じた時にですね、これから、私がもし義経をさせていただける時にですね、この空気感は大切にしたいなと、この平泉の空気を大切に思い出して演じたいなという思いになりました。はい、本当に皆様今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。東下り行列は今や岩手県を代表する観光行事で、芸能人の方々が扮する義経役を見るため大勢の方がいらっしゃるそうです。義経がいて、その物語をみんなが共有したからこそ、平泉イコール黄金の国というイメージが全国世界に広がったのではないでしょうか。なぜ日本人は義経がそんなに好きなのか、なぜその義経がこの平泉に2度も下ってきたのか、
今もリアルにこの平泉や周辺地に語り継がれる義経や弁慶、秀衡が生きた場所を訪れ感じてみてください。そしてそれぞれの義経像を追い求めた芸能がきっと皆さんの身近にも演じ継がれていることでしょう。あなたの義経は今どこにいますか。いろんな芸能で源の義経を題材にされていましたが、本日少しだけご紹介した南部神楽の五条の橋あずま下りはノーバディーノーズの YouTube チャンネルからご覧いただけます。能楽や歌舞伎、日本舞踊など気になった演目の公演情報はぜひお調べになって劇場に足をお運びください。